人間隆起の上陸地に立つ記念碑京都府、宇治市人間隆起は、民末新書の禅宗の祖、日本大学州の祖、属性は、林氏。福建省復州府副政権の出身。人間自身は、臨在正宗と称していたが、独特の意義を持ち、禅と様々な教えを兼ね合わせる、当時の禅清僧治の念仏禅や、 全密総治むのだらに禅を特徴とする名帳の禅である明禅を日本に伝えた。また、同社長元とともに、当時の禅集会に多大な影響を与え、江戸時代における臨在、相当の二州の解立復興運動等にも大きな貢献をした。なお、秋尾の章をはじめとして、当時の中国における文化や文物をも伝え、人間豆の名称に名を残し、日本における、 千茶道の海祖ともされる。農所家としても知られ、木庵小刀、即比常一と共に、大幕の三筆と称される。1592年12月7日、福建省福州府、福生県万安号霊徳里通りに生まれる。俗名は、林祖比野江。三人兄弟の末っ子。父は弓名な流といい、財伝と合した。六歳の時、東徳流、湖南。 湖北方面に赴き、以後消息を絶つ。十歳で仏教に発信するが、出家修道は母に許されなかった。二十一歳の時に、消息不明の父を石膏に探したが果たせなかった。二十三歳の時、福田山の超運動熱師のもとに参じ、在族信者でありながら一年ほど作道として奉仕した。二十九歳で、記事である福生の古殺で、大爆機運も重した。 大幕山満腹寺の還元京子と武きのもとで特土した。33歳の時、金属山広江寺で、密雲、窓か悟るに参戦し、密雲が満腹寺に新山するに際して、これに随行した。35歳で、大幕山の秘妊通り姿から因果を受けた。38歳の時、密雲は、弟子の秘妊通り姿に、満腹寺を継ぎ席して、 タイヤマシタが、インゲンはそのまま万福寺に残り、45歳で避院に、死亡した。その後、万福寺を出てシシーワで修行していたが、避院が退席した後の大爆さんの十字に、招請されることとなり、明数平十年に新断し、大爆さんの主を七年間務めた。後に退席したが、民末新書の動乱が、復権省にも及ぶ中、順次三年に再度新断し、 再び9年間勤めた。江戸時代初期、長崎の当人寺であった、宗福寺の十字に空席が生じたことから、先に土日していた、孔福寺十字の一前聖通るが、因元を日本に招請した。当初、因元は、弟子のなり乱世経を派遣したが、途中戦が座礁して隠ししたため、やむなく自ら両聖、両剣独地、大眉、独元両苑、おもんみ一、 無常、南源、毒倉20人ほどの弟子を率いて、帝政公が仕立てた船に乗り、上王三年七月五日夜に、長崎へ帰港した。月筆、不詳国史来朝の図にこの時の模様が残されている。陰元が入った、幸福寺には、明前の神風と陰元の皇徳を慕う軍案の僧や、学者たちが運襲し、相続数千とも言われる活況を呈した。明歴元年、 宋福寺に移る。同年、明神寺元十字の流形成千の根制により、摂津島城の不問寺に新参するが、因元の影響力を恐れた幕府によって、寺街に出ることを禁じられ、また、寺内の改修も200人以内に制限された。因元の土日は、当初3年間の約束であり、本国からの再三の帰国要請もあって、帰国を決意するが、 劉慶らが引き止め工作に奔走し、万事元年には、江戸幕府四大将軍、徳川家綱と会見した。その結果、万事三年、山城国宇治軍大和田に寺地を賜り、翌年、新井寺を改装し、旧を忘れないという意味を込め、故郷の中国伏星と同盟の大幕山万福寺と名付けた。漢文三年には、完成したばかりの報道で、祝国街道を行い、 民衆に対しては、日本で初めての受会、大幕三段開会を厳守した。これによって、因元は日本全会の一派の階層となったが、当初から大幕衆と名乗っていたわけではない。本人は平とした、臨在衆を司法している自負があったので、臨在正宗を名乗っている。もっとも、州風や総臨としての菊心義は、当時の中国、明治代の臨在前に習っていたことから、 すでに日本に根付いていた臨済宗とは趣きをことにし、その違いにより、おのずから一派を形成する方向に向かったものである。因元の大爆審議は乱れを生じていた当時の全宗各派の総密る菊の構成に大きな影響を与え、特に万次三道主良らによる総統宗の衆門改革では重要な手本とされた。因玄には、ご水の法をはじめとする皇族、 幕府要人をはじめとする各地の大名を、多くの商人たちが競って帰した。万福寺の住職の地位にあったのは3年間で、漢文4年9月に、後石は、弟子の木安商島に移動し松陰堂に退いた、松陰堂に退院後、82歳を迎えた漢文13年正月、陰元は死を予知し、身辺を整理し始め、3月になり、 体調がますます衰え、4月2日には、ゴミの法王から、太公不祥国死亡が、特送りなされた。翌3日に、異議を認めて自弱。横飛ぶき82歳。1673年に、ゴミの法王から、太公不祥国死亡の特送りなを賜った後、50年ごとの延期に、皇室より死亡を賜ることが慣例となった。司法者は23名で、 うち三人が日本人である。インゲンが来日した際に日本に持ち込んだためにその名がついたとされるインゲン豆は中南米原産の豆科の作物。ヨーロッパに伝わった後、ユーラシア大陸を横断して中国から日本に伝来した。ただし、インゲンが持ち込んだのは現在の富士豆だという説もあり、関西では富士豆のことをインゲン豆と呼ぶ。ありがとうございます。